これやばいな。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サラちゃん見てるくるぶし、はい、ありがとうございます。今日もね、入れくるぶし、くるちょもチャンネル東京、お送りします。よろしくお願いいたします。皆さんどんなパンツを履いていますでしょうか。まあ、僕はいつもボクサーパンツを、履いてるんですけど、まあ、結構もうみんなボクサーパンツですよね、結構ね、うん。そんな中でですね、ドンキホーテのセカンドブランドでピカソさんっていうお店があるんですけど、そちらもたまに僕ちょっと物色させてもらってまして、そちらでちょっとあのすごい安売りをされてた、パンツ、があったので、ちょっと気になったので、買ってみました。早速そちらをご紹介してみたいと思います。それがこちらです。グレートパンツだい。はい、グレートパンツ、これね、僕最初に見た時は1000円で売ってたんですよ、1着。でもこの間行ったら200円になってました。80% オフ。だいぶ、安くなってましたんで、ちょっと、買ってみたんですけども、あの何種類かあって、これは、亀の、頭がパンツに、プリントされてんのかな、ちょっとどういう形なのか分かんないんですけど、亀、まあ祈祷っぽい感じでなのかなと思って、亀を選んだんですけど、他にもなんか鶏とか、あとローリングストーンズのベロのあのマークとか、何種類かあったんですけど、とりあえずこれを買ってみました。まあ、ちょっとこの回ね、もしかしたらちょっと見せらんない形になっちゃうかもしれませんが、ちょっと、開封していきましょうか。はい、それでは行きましょう。レディーゴー、くるくる。じゃあ早速、開封していきたいと思います。あ、あ、思ってた生地と違う。ツルツルした生地なのかなと思ったら、あのぬいぐるみみたいな生地ですね。待って、なんでメガネかけてんの。あ、これはやばいな。あのね、前はすっごいこう覆う感じなんだけど、後ろがね、もう紐しかない。わかるかな、後ろ紐だけなんですよこれ。で、尻尾も一応ついてる。すんげえ可愛いんだけど、一本出っ歯なのがちょっと自分と被りますね。これいけるか。これいけるかな。俺最近アンダーヘアとか、あの一応処理をね最近始めたんですけど、にしてもきつい。この素材の少なさはきついな。いつ履くのこれ。これ女の子喜びます。やべえ、ちょっと思ってたのと違う。クオリティ的には86円です。一回履いてみて、動画に載せていいのか載せちゃダメなのか。ちょもちょも、ちなみに、もう一個買ってきたんですよ。あのそれがこっちなんですけど、あのこれはあの普通のもう前ビキニで、もう後ろもケツ丸出し、アナル丸見えですからね。あの亀開けて、あのあんまりあれだったらこっちも行こうかなぐらいの、まあ200円だったんで400円で買ってきたんですけど、チョモちゃんにあげようか。はい、じゃあちょっと履いてみます。くるチョモチャンネル。はい、ということでちょっと履いてみました。ちょっと立ち上がってみようか。あー、無理だ。あのちょうどね、男性器を覆われてるような感じなんですけど、玉は出ますね。ちょっと無理かなこれ。お尻やばいんだけどこれ。俺的にはちょっとこれ履いて、どうだこの祈祷の自己主張はみたいな感じでやろうかと思ったんですけど、素材がね少なすぎて。ちょっと待って、これ消え出るな。くるちょもチャンネル。
グレートパンツ、すごいパンツで買ってみて履いてみたんですけど、履き心地的にはね、もう裸と一緒です。もう股間の周りが着ぐるみな感じでモコモコはしてるんですけど、もう後ろなんもないですからこれを買ってどこで活躍するのか、ちょっと謎な部分があるんですけど、どこだろうな。これのいい使い方あれば皆さんちょっと考えて、コメント教えてください。どうも9月から2児の父の井出くるぶしです日々の刺激に、ちょっと倦怠期のカップルはこれを履いて祈祷をアピールして、性生活を謳歌して、はい、普通の方はあんま買わなくていいかもしれません。はい、ということで、本日のくるちょもチャンネル東京でくるぶしがお送りしました。ありがとうございます。バイバイ。アナルには自信がない。僕らを支えてくれる人たちがいるから、また共に歩こう。これはね、86円です。